白新君くん、おはようございます。利、え、権、ー、道社民の白新君でございます。えー、早速質問に入らせていただきます、えー。最初にミサイル防衛システムについてお聞きしたいと思います。あのー、まあ今もあの北村委員の方からイージスアショアについての質問もありましたけれども、ちょっと念のため私お伺いしたいことがありまして、まあ政府としてはイージスアショアつまり陸上型のイージスシステムの導入は 正式にやめたのかどうかをまずお聞きしたいと思います。すなわち、もう陸上イージス、陸上にイージスアショアを配備する可能性はゼロなのかどうか。これをまずお聞きしたいと思います。岸防衛大臣、えー。あの、プロセスの停止の、お、いきさつについては。これまでも何度も。 行っていいるところでございます、まあ、その上で、えー、今、イージス・アショアの代替案について、えー、検討を進めてきているところでございます。まあ、そういうことでありますので、このイージス・アショアの代替案を,をベースに話を進めて、検討を進めているということでございます。ですから、今、ベースに検討はしてるけれども、イージス・アショアという可能性はもうゼロなのかどうかをお聞きしております。 もう一度お答えいいいたただきたいと思います岸防衛大臣、えっとえー、今もお話をさせていただきましたけれども、イジージス・アショアの大替を含めた我が国の今後のミサイル防衛体制のあり方について、えーまあ、NSC NS における議論も踏まえて、防衛省において検討していくということでございます。 白君君いやあのお答えがちょっとよくわからないんですけれども、断念者かどうかです、要はゼロになったのかどうか、それ、今、NSC という話もありましたけれども、どういう状況なのか、あのお答えいいいたただきたいと思います岸防衛大臣あの。今もお話をしたとおりです、ね、プロセスを停止をして、そして代替案について、今、検討を進めているというところでございます。 白信君,君つまりプロセス自体は停止しているけれども、イージス・アショアは残っていると、可能性は、そういうことでよろしゅうございますか、逆に聞きますけれども、そのあたりどうなん、あのもしあれでしたら、岸防衛大臣。今あの、イージス・アショアについてはですね、代、え、替、ー、案としての養生プラットフォーム案を検討しているということでございます。 続起を止めてください、うん、ああ土本整備計画局長お答え申し上げますあの、えー、本年6月のイージューサーシアの配備候補地の 配備断念時は、代替地について、ブースターの落下が予想される範囲に住宅等が存在しないことを最優先の要件といたしまして、我が国全域を効果的に防護するとの観点から検討を行いましたが、代替地を見つけることは困難な見通しであったところでございます。6月以降も防衛省におきまして、同様の調査を継続的に実施してきましたが、代替地はないとの結論に至ったところでございますういう白新君君。 大体一はないという結論はあったけれども、イージスアショワ自体はやめたのかどうかなんですよ。よ僕はね断念したかどうかゼロ可能性ゼロなのかどうかそのまず根本的なところ僕聞きたいんです。あの大体一はゼロっていうのはあの今聞いたんですけども、だからといってじゃあイージスアショワやめたんですか？もう一度お聞きしたいと思います。 いはい、あ岸防衛大臣。<laughs> あのイージス発アについてはです、ね、でさまざまな代替地も含めて検討した結果、陸上については困難であると、まあ、その結果、洋上プラットフォームに載せるという方向で、さまざま検討を進めてきているというところでございますけれども、現在、まだ結論を出したわけでございませんので、これから予断を持ってお答えすることはできないと思います。 君君あの今言っていること、防衛大臣ねあの、どちらか分かんないんですよあの、はっきり言っていただきたいんですね、これ、これ、非常に重要なポイントなんですねあの、やめたならやめたでいいんですよ、あのそういう結論が出たならば、そのあたり、ちゃんと国民に説明していただきたいんですね、あの結論出てないんだったら、停止するっていうのは、まだやる可能性があるから停止するわけですよね。 だからやめたのかどうか、これ、本当に僕の基本的なことだと思うんですが、この辺どうなんでしょうかねち、ちゃんあの大臣としてっていうか、そのプロセスがあるでしょ、いろいろ NSC でなんかやったり、なんないかんないしてるんだから、このあたり、どうなってるんだってことです岸防衛大臣あのお、まあ現在。現時点ではです、ね、陸上については困難,困難性が高いということでございますので、えーえー、養,生養生プラットフォームに搭載する方向で、 米側とも、あるいは日米の民間業者を交えて、技術的な実現性について、確認、検討を行っているところでございます白信君,君現時点ではっておっしゃってるってことは、まだイージス発祥は、つまり陸上イージスも可能性があるということなんですか。 岸防衛大臣あの今、検討を行っているところでございますが、えー、その最終的なことも含めて、すなわち陸上をやめるかどうか、そういうことも含めて、ですね、えー、結論を出していくということでございます博信君,君つまりまだイージス・アシュアの、つまり陸上案も残ってるということですね、もう一度確認します、残ってるということですね、今の段階で、今、そういうお答えでしたから。 岸防衛大臣、今行っていることは、あの養生案を中心に検討しているということでございます白晋君君で、これ、国家安全保障会議 N、NSC で、確か断念するということは決定しているということでよろしいんですか、この辺どうなんでしょうか。岸防衛大臣 えっと NSC の議論の中身はですねお答えを答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれどもいずれにいたしましても今養生プラットフォーム案で検討を進めているということでございます白信君君 NSC ではお答えならないんですけど NSC のどういう内容だったかお話できないということなんですか岸防衛大臣 NSC の議論の中身については、お答えを差し控えさせていただきたいと思います白慎君私は聞いてるのは議論の中身じゃありません。NSC でどういう結論になったのかをお聞きしております岸防衛大臣あの。そういうことも含めて、ですね NSC についてはお答えを差し控えさせていただきたいと白慎君君。 ちょっと私も驚いてるんですけど、ちょっと先に進みますね。えー、これ、防衛白書によりますと、政府はイージス・アショアの導入によって、これ、今年2020年防衛白書ですけど、イージス艦発石の体制の下でって言って、まあ、ずっとこう書いたんですけど、まあ、最終的には、我が国の対処力、抑止力を一層強化することにつながることになるとして、イージス・アショアの導入が必要だということを主張してるんですよ。にもかかわらず、今度またなんか今、養生案だというふうに戻るということは、 この今までの政府のロジックからすると、イージスアショアの配備を諦め、イージス艦を再度建造するとなると、今の言ったように、防衛白書では、このイージス艦を作ることによって、我が国の対象力、抑止力が、あイージス艦じゃない、イージス派手話をつけることによって、我が国の対象力、抑止力が一層強化することにつながるということからすると、これ、反対のことになっちゃうから、我が国の抑止力、対象力は弱まっちゃうんじゃないんでしょうか、その辺どうなんですか、要条案だと。 止めてください岸防衛大臣。えっと、イージス・の代替案につきましては、現在、維持ジス・サの構成品を養生プラットフォームに搭載する方向で検討を進めています。現在、体制整備を進めています、この維持ジス艦発隻体制と組み合わせることによってです、ね、組み合わせて運用することによって、 情勢に応じ,る応じて、我が国全域の常時、持続的に防止うる体制を構築することが可能であると、このように考えておるところでそうすると、防衛白書の記述と全く逆のこと、今、答弁された形になるんですよ。今、発隻体制になるからっていうんですけれども、防衛白書の中では、発隻体制のこで2隻程度が洋上において BM 対応で展開するために、ね、運用せざるを得ないと。 これマイナスなんだと、だから陸上案しかないんだという結論からすると、全く逆のお話を読む防衛大臣に伝たい、これ、矛盾してるんじゃないんでしょうか岸防衛大臣。えのこのい <coughs> 維持最初は代替案としての要生プラットフォームというのは、この発隻体制に,ととに加えてということでございますから、この発隻体制の運用自体にはです、ね、BMD の負担が軽減されるということになると思います。 信君,君つまり、発席プラスアルファだという意味合いだというふうにまあ理解いたしました。で、私はあのもう一つその、えー先、先だっての11月19日に、これ、佐藤委員のえご質問で、現時点ではこうおっしゃってるんですよね、この経費、このイージス・アッショアーからえーイージス、今養生案にするときの経費については、 大体案を決定し具体的な内容を固めるには至ってないことから、代替案に要する経費や運用期間についてお答えするのは困難ということを、そのときはおっしゃってるんですね。ところが翌日の記者会見では、昨日の私の発言は、つまりその、この外交・防衛委員会での発言について、代替案が最終的に決定した後で経費等について提示することをいたしたものではないと、また逆の話してるんですよ、大臣。で、具体的化している中で可能な限り経費の見積もり、一体これ、いつ経費を見積もりするんですか。 正確にちょっとお答えしたいと、ちょっと整理してお答えいただきたいと思います。あ岸防衛大臣 <coughs>。あの。今回の調査研究の、結果ではですね、あの。まず四、四類型に、四、四つの種類に、えー。プラン分けした。 あわけであります、えー、その上で、あのー技術性、技術的実現性の有無、えー、といったことについて分析を行った。えー、今回、あのー、その中間報告にはあのー、導入コストにかかる情報をお,お,お示ししているわけですけれども、イ、えージス諸国の構成品の養生、えー、プラットフォームへの搭載にかかる、えー、技術的実現性のお確認するという、 観点から、仮の要求性能を設定して検討した結果に基づく試算であります。あくまでもこれ、あの経費の規模感を示,お示し,しているということでございます。<coughs> また、30年間の維持経費等についてですね、開、え、示、ー、の,の維持率間の維持、整備、実績や、米側の情報をもとにした、 主要な構成要素について一定の情報を有しております、<coughs> 搭載する装備品の細部の使用、えー、運用の形態、えーまあ、こういったさまざまな要因によって今後変動する可能性があり得るということに鑑みまして、現時点では具体的な数字をご報告して比較することは適当でないと、このように考えた次第でございます。 白信君,君全然言っていることがあのよく分からないんですけれど、ちょっと先進みますね、あのこの前あの、自民党の国防部会に11月25日に、この、えー、養生プラットフォームであの技術的献と民間企業に委託した件についてあの、見積もりが明らかになっていると思うんですけど、その内容、ちょっとお示しいただきたいと思います、事務方で結構です。土整備計画局長 お答えいたします、えー、今回の,あの調査研究では、あの養生プラットフォームを便宜的にですね、えー、4種類のプランに倍分けした上でで、すねイージス・アシュアの高成品の養生プラットフォームへの搭載にかかる、えー、技術的実現性の有無、そして、えー、各プランの実績を、えー、の各プランの分析を実施したというところでございます。それで、えー、若干あのご説明いたしますと、えー、プラン4つ、先ほど申しましたように、えー、ああの我々、えー 設定いたたししましたがまがずプラン A というのは、いわゆるイージス艦マヤ型をベースにマルチミッションのタイプのものというものでございます。えプラン B というのは、いわゆる民間船舶ベースで、あのえー、その並走は BMD メインと最低限の自己防護機能ということでございます。でプラン C につきましてはいわゆるあのセビサブリグベースで、並走はマルチミッション、イージスのマヤ型と同じものと。 でプラン D というのは、えー、セミサブリーグベースで、これも BMD メインで最低限の自己防護機能と、この4種類の、えー、タイプにつきまして、えー、米側および民間、えー、企業と調査した結果ですね。えー もともと陸上にあるイージス・ウェポンシステムおよびレーダーにつきまして、洋上転用は技術的には可能だという結論と、それらのものがこれらの4つのタイプの洋上プラットフォームに技術的に搭載が可能であると、こういうことが判明したということでございます白信君君今、4つのプランがあるというご説明だったんですけれども、このまあプランの、一番最初にお話しされたプランの場合には、マヤ型のベースで、 イージス艦真館型のペースでのお、まあ、今、ご説明だったと思うんですけど、つまりイージス艦を作る場合ということですけど、その場合の費用はいくらぐらいというふうに見積もられてますか。土本整備計画局長 お答,お,お答え申し上げますあの委員御指摘のいわゆるプラン A マヤ型のベースマルチミッションの場合の、えー、導入コストにつきましては、えー、2400億から2500億円以上という経費の見積もりを出させていただいたところでございます白信君,君ありがとうございます、えー、ちなみにイージスアシュアは今いくらぐらいの経費がかかるというふうになっていますか私は聞いている範囲では2000億以上ではないかというふうに言われているんですがその辺についてお答えいただきたいとイージスアシュアは陸上型の場合です 地元整備計画局長お答え申し上げますあの先般、われわれの方うで出させていただきました、いわゆる先ほどの中間報告の中でも記載させていただいているところでございますが、 いわゆる維持ジス差しはあの、えー、関しまして、先ほどの養上プラットフォームとの標則をあの同じにするという観点で。施設整備費等を込めまして、約二千億という数字を出させていただいているところでございます。白新君君。え皆さんのお手元の一ページ目資料を見ていただきたいと思うんですけど、これは秋田県。市にご説明用の資料。五月二十七日、二千十九年だと思いますけども。維持差しは千二百億円。維持ジス間二千億円。今の御答弁ですと。 えー、イージ私はもう2000億で、イージス、えー、イージスのほのは2400から2500、だいぶこれ、変わってきてますよね、これ、あのどうなっちゃってるんですか、これ、一体この資料、なんだったんだって感じするんですけど、どうなってるんですか、これ。あ土本整備計画局長お答え申し上げます。 先ほど私の方からご答弁申し上げました、イーツスワシアンの導入コストにつきましては、これまであの委員ご指摘のとおり、防衛省としてご説明してきました取得経費の1期当たり1260億円をに加えまして、特定の配備値を前提としない形で試算いたしました、施設整備費や警備関連装置品、タンサム等でございます。 これら及び通信機材等のの取得に要する経費を合算したものでございますでちょっと先ほどもあの若干軽くあの簡単に触れさせていただいたところでございますがこのような形で今回お示しさせていただきましたのは比較対象が船舶とかリグというタイプでありこれらの導入コストには搭載するレーダーとか EG システム VLS のみならず船体建造に要する費用とか 受講防護、兵装の取得に要する経費などが含まれるということで、イージーラフ社の場合に、これらに合算する経費を合わせてですね計算することが適切な比較ができるという観点から、このような数字を出させていただいたところでございます。ということは、この秋田のやつは適切じゃなかったってことじゃないですか。<laughs> 結局、これだけかかるじゃないですかってことですよね。 これ、あの、ちょっと時間がね、あれなんで、ちょっと残る時間が、なんかどんどんなくなっちゃうんで、あの、もうこれ、またちょっと次の委員会で、またあの次の議会にちょっとこれをやりたいと思うんですね。それで、ちょっと、あの、これ、あの、その先進みたいと思うんですけど、ちょっと茂木大臣にお聞きします。あの、私ね、ミサイル防衛って、これ一般論でいいんですけど、ミサイル防衛といったことを語る前にね、やっぱり我が国としては、まず第一なことは第一重要なこと、第一に重要なことは。 やはり相互理解とか、どんどんその国として、ですねやっぱり信頼関係を醸成して、そういう外交努力が必要だと思うんですけど、この意見に関して防衛、えー、外務大臣のご見解をお聞きしたいと思います茂木外務大臣あの。我が国にとって望ましい安全保障環境をつくっていく上でで、すねどちらが優先かということについては、さまざ、あ、まな意見あると思いますが、えー、対処力、そして抑止力を向上するのと同時にですね、 外交的な取り組み、また各国との信頼関係の醸成、これが極めて重要だと、このように考えているところであります。この観点から我が国としては、日米同盟を通じた安全保障の確保を基軸としつつ、ASEAN アア地域フォーラムなどの取り組みに積極的に貢献をしているところでございます。 白信君,君まあ今回、アメリカがあのまあバイデン政権ですになりそうですけれども、トランプ政権からこの INF ですね、一方的に離脱して、また去年、執行しているわけですね、INF 条約は。またオープンスカイについても離脱をトランプ政権のとき、表明してますが、この件について、日本政府としてはどのようなお考えでしょうか茂木外務大臣。あのー INF 全般条約はです、ね、軍備管理、軍縮において歴史的な役割を、えー、果たしてきたことから、えー、INF 全般条約が終了せざるを得なくなった、まあ、状況は望ましくないと、えー、考えておりますが、INF 全般条約の終了に至るまでの、えー、米国のまあ問題意識というのはまあ理解をしておりまして、まあ、実際、INF 全般条約終了後も米国は、 効果的な軍備管理に引き続き、まあ、コミットをしておりまして、えー、米ロを超えた、えー、広範な国家、より広範な兵器システムを含みます、えー、幅広い、えー、軍備管理の重要性を指摘しておりまして、我が国としては、えー、そのための米国の努力を、まあ、支持をしております。あの一方ですねあの、欧州におけます、まあ、オープンスカイズ条約につきましては、えー、相互の、えー、偵察機構によりまして、締、え、約、ー 締約国の軍事活動の公開性とまあ透明性を増進させる、それが信頼醸成ということにもつながっていくんだと思いますが、そういったものだと認識をいたしておりま萩真君君。いや、そういったものだと認識している中で、日本政府としてはどのように考えてるかです茂木外務大臣。 あの冒頭申し上げたことでありますけど我が国としては、我が国にとって望ましい安全保障環境を確保しつつ、東アジア地域における透明性の向上を含みます、軍備管理のあり方についてもしっかりと議論していくことが重要であると考えておりまして、米国と引き続き緊密に連携しつつ、国際社会と協力をしていく考えであります。オープンスカイに、日本がですねあれ、ヨーロッパでやっていることですから、急に入るとかそういうことにならないと思うんですけれど、 さまざまな形で、えー、透明性を高める、さらには信頼醸成につながるような取り組みというのは進めていきたいと思っています白慎君君、えー。非常に重要な答弁いただきまして、ありがとうございます。それでちょっと私ね、基本的なことを聞きたいんですけれども、この前来日された大木さんなんですね、で大木さんは、外務省のホームページを見ますと大さん、大木さんの正式な役職は中華人民共和国国務委員兼外交部長となっています。 中国大使館のホームページを見ますと国務院員兼外相となっているんですね。でこれ、外相ということは奥さん外務大臣だということだというふうな認識もあるんですけど、えー、このもう一人、あの外交のトップと NHK が報道している楊潔知さんもいらっしゃるわけなんですね、まあ、このお手元のペーパーの,あのこれ2枚、あのこれ外務省のホームページから出したものなんですけれども、これ、 あの外交のトップというのは、我が国でいうと、茂木外務大臣になるわけでして、そうすると、楊潔氏さんが外交のトップであるならば、そのカウンターパートは外務大臣なのかなとも思えるんですけど、そのあたりの整理というのは、外務省、どういうふうになってるんでしょうか。石月三官お答え申し上げます。陽地は陽地は 党中央外事工作委員会弁公室主任という立場で、党中央において外交政策の決定や調整に関与しております。これに対し、王毅国務委員兼外交部長は、中国において政府に相当する国務委員の外交部長を務めております。G20 外相会合等、各国の外務大臣が集まる国際会議には、大王毅国,国務委員が参加しているものと承知しております。 白新君,君、君ですから聞いてるのは楊潔篪さんはそうするとカウンターパート誰なんですか。石月参事官、えお答え申し上げます。楊潔篪氏が本年2月に来訪日した際には、茂木大臣と会談をしたほか。 国家安全保障会議の事務を担う組織の長である国家安全保障,国家安全保障局長が楊潔氏と対話を行っております白信君君いやいや、だから事実関係を聞いてるんじゃないですよ、楊潔さんのカウンターパートは誰なんだってことを聞いてるんですよ。茂木外務大臣。あの日本とです、ね、中国で統治システムが異なっているわけであります。えそしてあのえー 日本の場合、ですね例えば政権与党がですね全部握って、そこが外交からすべてのことをやるということではなくて、ですね行政組織において決められた法律に基づいて、ですねそれぞれの政策が遂行していくということで、その行政組織に当たるのが中国国家機関になって、その行政組織ですから、そこにおいて外交を担うのが、 大きい国民外交部長ということでありまして私のカウンターパートということになりますけれど中国の場合またそれとは違って中国共産党という組織がありまして そこの中にですね、えー、中,中央政治局、えー、常務委員会への常,常務委員がですね、上セブンというのがいまして、その下にまた25人いると、まあ、こういう体制で、そこの中にケツさんが入っていて、外交については彼が、えー、党においては責任を持つということでありまして、それは当然、案件によって、私も会いますし、北村ジョエ、えー、NSC の局長も会いますし、そういったことが出てきますけれど、そもそも体制が違いますから、そんなんていう 誰があの中国共産党という、すね、我々とは違った体制の下での、えー、カウンターパートになるかという質問に、白委員はされてるんだと思いますいや、私の質問の内容をきあのお話、説明いただいてもしょうがないんだってね、<laughs> そのやっぱりそのあたりね、ちゃんとはっきりした方がいいと思うんですよ、向こうも向こう何に、やっぱり我々も我々何なりに考えてるわけですし、やっぱり楊潔さんの外交トップは、外交トップである以上は、やっぱりこれは茂木外務大臣でしょ これはもうすっきりするわけですよじゃあ、沖さんはって言った場合に、じゃあどうするのっていうのについて、やっぱり私たちはきちっと、でも向こうは外務大臣だって言ってるわけだから、それに外,外相は外務大臣だというふうに私は認識しますけれども、それについてしっかりとこの辺はあは、もう少し分かりやすく説明、またこれやりたいと思ってまますすありりがとうございます以上です終わります。 広